気持ちいいこちらの女性は2022年にオープンした素泊まり宿のオーナー。その印象を街の人に聞いてみると、楽しさを追求してるんかなっていうところはあるよね。自分自身が楽しみながら客をおもてなし。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しいです。長野県には個性的な農家民宿やゲストハウスがたくさんあります。そこに泊まって宿とその周辺の魅力を探り出そうというのがこの企画。戻りました。題して泊まってみたらすごかった。最近流行りのあるものを作る DIY 体験。街に飛び出すと驚きのグルメを発見。味噌のチーズケーキというのがございまして。味噌のチーズケーキ。はい。そうなんです。散歩でも行きます。いいね信州すごじからは長野県のすごいをみんなで楽しむ番組です。長野県南西部にある木曽町。中山道の要所として栄え、今も宿場町の面影が残ります。 JR の木曽福島駅です。ここから宿に向かって歩きたいと思います。中山道のね、宿場町なので、昔の旅人はこうやって宿まで歩みを進めたんでしょうか。あ、これかな。おお。看板も何もなかったな。なんかすごい。書いてある。オープンマタリハウス。ここですね。こんにちは。坂下さんでいいですか。はい、坂下です。お願いします。はい、お願いします。上がってもいいですか。はい、もちろんです。すごい。素敵ですね。ありがとうございます。ここがなんか共有のスペースで、はい、ここにこたつが置いてあって、でなんかキッチンも共有で、こんな感じになってます。このパーテーション動けるようになってるんですけど、簡易的なやつなんですけどついてて、でここで一人寝れるようになってるって感じです。はい、でこっちが唯一の個室なんですけど。すごい広いですね。今回泊まるのは素泊まりの宿matarihouse。一泊二日で中山道の宿場町としても知られる木曽町福島宿を満喫します。部屋は個室を選びました。私の母の生まれたのが松本で、母方のなんかおじいちゃんになるのかがここなんですけど、私のひいじいちゃんが最後に住んでて、でなんか私は富山に住んでたんですけど、なんか家族で1年に1回だけ夏のなんかいい時期だけ遊びに来るみたいな場所でしたね、ここは。じゃあその富山で生まれて移住をしてるんですか。そうなんですよ。はい。この家を売ろうと思ってるって言われて、でこの家売るんだったら私住みたいですみたいな感じで来たって感じです。富山県出身の坂下香奈さん。2018年地域おこし協力隊として木曽町に移住しました。これめっちゃ私好きなんですけど、はんてんなんですけど、これもあったやつで。はい、多分誰か作ったと思うんですけどね。すごいでも柄がなんかおしゃれでよく着てます結構いまだに。そうですね、この糸巻きとかも家から出てきてまだついてますね。マタリハウスがオープンしたのは2022年11月。友人や知人に手伝ってもらいながら築およそ100年の自宅を改修しました。このトイレわかります？これ何かこれなんかこの前なんか壊した旅館さん、木曽町の旅館さんが回ってきたんですけど、下駄スケートなんですよ。これが右って書いてあるなんかいい取ってないかみたいのをいろいろこの家とかからこういろいろ持ってきたりとかして、この取ってどうかなとかってやりながら結局この下駄スケートが採用されました。すごい。基礎に暮らしててなんか結構1日で観光に来るよりもなんか 2,3 日ゆっくりとか、本当はなんか1週間とか1ヶ月滞在してもらったらなんかこの街ってすごい面白いなと私は移住してきて思ったので、まあなんかちょっとゆっくりできる、まあ、中長期滞在しやすい場所を作りたいなと思って始めたって感じですね。坂下さん、これは何か始まるんですか？これは今モバイルサウナを作っていて、ゆうたさんって人がなんですか？モバイルサウナ。モバイルっていうのは動かせる小屋みたいになってて、軽トラの後ろに乗せてどこでも動いていける。それを今そう作ってるワークショップを八山ゆうたさんって方が主催してやってくれてて。素敵な T シャツですね。海田高原です今住んでる海田高原の T シャツを着てます。海田高原っていうと木曽町の山の方ですね。そうですね、山の方に、はい、ここから20分、今ここ福島町になるんですけど、そこから20分25分ぐらい走ったところにありますね。はい。ね、去年の夏にここをゲストハウスにしてる時に結構ここを手伝いに来てたんですよね。なんかせっかくみんなで作ったやつだし、ちょっと盛り上げることをしたいなってことで、今回もイベントこっちでやらせてもらおうかなという感じですかね。マタリハウスでは素泊まりの宿をより楽しんでもらおうと、さまざまなイベントを不定期で開催しています。この日は移動式サウナを作るワークショップが開催されました。基礎のヒノキとかを使って内装とかにするつもりなので、基礎の魅力を伝えるので外に出ていくこともできるし、実際この町内とかでちょっとサウナ使ってみたいよっていうところがあれば、そこに出張してお貸しするっていうこともできるしっていうような。めちゃめちゃ DIY やりまくってそうな感じに見えますけどそんなことないんですか？今日初めてぐらいです上級者感がね。上級者感ありますよね雰囲気だね、雰囲気が。参加者は番組ディレクターを含めて4人。みんな DIY の初心者です。サウナの外壁を仕上げる作業を体験。できた。初めてやりました、こんなの。すごい、ちょっと感動しますね綺麗に切れると。なんでしょう、自分が加工したものが形になっていくのを入れとくと、最後完成した時感動するのかなと思ったり。宿のオーナー坂下さんも参加。楽しいですか？ああ、楽しいですね。こういう作業好きです。サウナに見えないんですけど、これは本当にサウナになるんですかね？ここに煙突が花があります。おお、そうそう。なんか完成形があんまりわからないでやるけど、なんか楽しいもんですね。ここで一旦休憩。その間に街を散策します。坂下さんに教えてもらったお店に行こうと思います。なんか古い街並みが残ってますね。おー、なんかいいな。砂防松島、これですね。こんにちは。失礼します。おお。matarihouseの坂下さんから、はい、あ、そうなんですね。紹介してもらいまして。はい。すごい、天井すごいですね。そうなんです。すごく高くて。はい、江戸末期の150年ほど前の建物を改装して、今は私たち夫婦がこちらでカフェをしております。ご夫婦でいらっしゃいますか？あ、そうなんです。主人がマスターでコーヒーを入れたり、はい、私はパティシエで焼き菓子や中のスイーツを作ってます。すごい。ちょっと何かいただいてもいいですか？あ、ぜひ召し上がっていただきたいのが、はい、味噌のチーズケーキというのがございまして、はい、お味噌が、はい、こちらから歩いて5分ぐらいで行けるところに小池麹店というお味噌屋さんがありまして、はい、でそちらで作って玉造り味噌っていうんですけど、で乳製品とすごく相性がいいんです。それをぜひチーズケーキにしてお出しできたらなと思って。なかなか他では食べられないと思います。そうですよね。ちょっと食べてみます。すごい美味しいですね。美味しいですか？分かった。はい。チーズもお味噌も発酵食品ですもんね。はい。はい。普通のチーズケーキにない独特の甘みとか味の奥深さみたいなものが、はい、お味噌によってちょっとこうプラスされてるみたいな感覚ですかね。すごい。一応坂下さんにご紹介されてきたんですけど、はい、なんかお話聞くと宿もいろんな人に手伝ってもらって作ったんですって言ってたんですけど、それって一方で手伝ってもらえるだけの坂下さんの魅力があるのかなとか、人を巻き込む力がちょっとあるのかなとか思ったんですけど、お二人からして坂下さんってどんな感じの方ですかね？なんか言葉悪いですけど、はい、彼女結構ざっくりなところが結構 あるんですけど、はい、その反面こうなんかこうそこにこう人間味があるというか、いやその周りを巻き込むのがうまいっていうのは絶対あると思います。一緒に楽しみたくなるって多分それが多分彼女の良さなんですよね。さあマタリハウスの坂下さんにもう一つお店を紹介してもらってましたのen-shouten。あった、飽きないと何かen-shouten。こんにちは。2019年にオープンしたen-shouten。日用品や食品を扱っています。長野県のものとか木曽のものとかもできればフューチャーしたいなと思って、そういうものも置いてますね。ここは長野県木曽で開田高原の方で焙煎所を構えて大和川コーヒー店さんのコーヒーとか、これを量り売りされてるんですか？そうですね、量り売りも始めて、結構地元の方中心にお豆買っていただいてます。はい。やっぱ木工も盛んなので、隣の上松町で作られてる木工房さんの作品とかも。かなり建物変わってますよね、ここ。そうなんです。古い調剤薬局、薬屋さんで、もう15年ぐらい空き家だった建物ですね。木曽川がそこの窓から見れるんですけど、あ、すごい。この川沿いの建築群が崖屋造り群っていって、川にこうちょっとせり出すような感じで建てられている、ちょっとなんかアンバランスな感じで立ってるような感じなんですけど、すごいかっこよくて、ただ誰も使われなかったらどんどん壊されていくしかない建物なんですけど、できる限り残したいなという気持ちもあって、はい。戻りました。おかえりなさい。おかえりなさい。すごい水。すごい。何やってるんですか。これ加算作業をしたんで、それの。ああ。笑ってます。いない間に塗ったんです。そう、塗りましたよ。すごい。ちょっと後ろ側とかまだ終わってないけど、まあ。ちょっと町に行ってる間に作業が進んでおりました。この日以降も作業は行われ、移動式サウナは無事に完成。今は木曽町のイベントで活用されています。町山さん、これはもしやサウナですか。サウナです。この黒いサウナを軽トラックに乗せるってわけじゃないですよね。じゃないですね。まあせっかく来てもらっサウナ作りのために来てもらったんで、まあせっかくだからサウナにも入ってもらってっていう感じでしようかなっていうんで設営をしました。お邪魔します。おお、熱っ。めっちゃ空が見えて綺麗。暑いですね。暑くないですか。暑いですね。まあでもそういうもんですもんね。めっちゃ気持ちいいですね。でもこれが心地いいと思えないと、モバイルサウナ作ってる意味あんまりないですよね。確かに。そう、まあサウナね、入った後のね、また冷やすとかも気持ちがいいっていうのを言いますからね。だからそれをやっぱ基礎の水で体験してもらって。ちょうどいい。どうですか。気持ちいいです。気持ちいい。コースから。うわー！冷たい！気持ちいい。お知らせの後は基礎の郷土食材を満喫。長野県木曽町素泊まりの宿matarihouse。宿泊には食事がつきませんが、共同のキッチンがあります。この日の夕食はオーナーの坂下香奈さんを含め居合わせた常連客と一緒に作ることにしました。地元のスーパーで買ってきました。木曽レンコンです。なぎそ町で作ってる港屋農園さんが、はい、レンコン。切り方大丈夫ですかね。いいんじゃないですか。全く料理しないので。まあ間違いもなんもないですけど。これはレンコンと鶏肉のカレーです。これは？これが基礎の豆腐にね、美味しい豆腐。葉わさびの醤油漬けです。そうそう。葉わさび。めっちゃ美味しい。本当？めっちゃ美味しいです。いいっすね。このピリッと。ピリッと感がいいよね。美味しそうに食べますね、坂下さんって。ああ、よく言われます。食べるのめっちゃ好きです。基礎レンコン。うん。あ、味ありますね、基礎レンコンって。うん。コリコリ噛んでいくと、なんか旨味が出てくる感じがする。美味しいですよね。このレンコン毎回買って、なんかマーケットがあるんですけど、必ず買って食べてます。美味しいものをみんなで食べるっていうのがなんかいいですね。うん、楽しいね。一人だとめっちゃ粗食にならん。うんうん。ああ、確かにわかる。めっちゃ極端だと思う。うん。散歩でも行きますか。散歩。はい、散歩。もしよかったら裏山行けるんで。へえ。行きます。行きます。本当に山の中なんですけど。ここも敷地なんですか。そうなんですよ。ここも敷地で。で、これは階段みんなで作ったやつですね。へえ、すごい。すごい広い土地なんですね。そうですね。広いですね。私も来てから最初は全然入ったことなくて、で、なんか3年目か4年目ぐらいの時にやっと初めて一番上まで行ってみて。へお、結構本当きつ。大丈夫です。大丈夫ですよ。カメラ持ちながら。よいしょ。ああ、やばい。よいしょ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 。ですね。すごい、予想以上に疲れた。よいしょ。何神社ですか？水無神社です。水無。はい。水がないと水無神社。ここもいいですよね。すごい景色。ああ。ゲストハウス始めて良かったですか？ああ、はい、良かったですね。なんか多分やらなかったら会わなかったような人たちといろいろ会えるので、これやってお金もらっていいんだみたいなのがだからすごい思い出しつつ。お世話になりました。こちらこそありがとうございました。はい、ありがとうございます。また。さよなら。気をつけて。木曽町の素泊まり宿、マタリハウス。泊まってみたらすごかった。